はい、皆さんこんにちは。今日はライブお休みしてすいません。今4時7分です。今から本川のKNさんの山荘白さん行ってみたいと思います。今下の温度は16度です。今日はユニクロ、上下ユニクロ、防寒対策バッチリです。194号線今から本川に向かいます。はい、1時間ぐらい前に雨が止みました。新緑の荒野ね。今シイの花がすげえ咲いてますよ。シイの花、シイの花がいっぱい咲くと台風が来るって年寄りに聞いたことあるけど、どうなんだろう。レストラン青木、今休業中です。奥さん元気になってよかったけどね、脳梗塞やっちゃったんですよ。でお店は今休んでます。194号線は高知県いの町と西条市を結ぶ国道です。3桁国道だけど、もう全線って言っていいのかな、全線改良進んでます。とっても快適な道で、松山まで2時間あったら行くかな。生姜瀬橋で右に曲がると中尾井渓谷です。そして左に見えてくるのが、まあ見えるかな、見えないね、見えないけど見えてくるのが名古屋の沈下橋です。今日は名古屋の沈下橋寄らない。この左側が名古屋の沈下橋です。194号線は本当に災害の道路だったんですけど、近年ではもうつえるとこないんやろうねいうぐらい改良が済んで、33号線、55号線、56号線全部通行止めだったけど、この道路だけ空いてたんですよ。いつかな、2年ぐらいまでの台風で。全線ほとんど改良されています。ここドローン学校できたんかな。ドローン学校にするって言ってたんですけど、車がいるっていうことはドローン学校ができちゃったのかな。これ左側にね、カッパくんが、カッパちゃんがいるんやけど、今日の服はどんな服かな。カッパちゃん、カッパちゃんマイクロミニです。
カートじゃないかな、あれ。タンクトップはなんていうのかな、なんていうのかな、あれは。清水ですか。清水じゃないやろ、ね、ミニのワンピースでした。この左っ側が仁淀川で唯一の遊覧船か。遊覧船だね。田中さんがやってる遊覧船です。藤の花が結構綺麗に咲いてます。西条まであと67キロだから、松山まで2時間ぐらいですね。伊予小松から高速に乗って2区間か、2時間ぐらいで。33号線も改良されたからね、こっちは高速使わずに2時間ぐらい。あんま変わらんかな。今南に向かって走っとるのかな。地形がぐるぐる変わってるからわからん。多分今南西に向かってます。名古屋の沈下橋の上流方向は南だったもんね。対岸は日高村、高知県日高村です。さて今日久竹晩御飯に何を買って行ってるでしょうか。電気は来てるって言ってたから電子レンジはあると思うんで、これを買いました。ケンちゃんの分も買ったね。さてそれは何でしょうか。何でしょうか。この辺りも仁淀川結構綺麗ですよ。500メートル先に高知アイスさんのソフトクリームの直販所。高知アイスさんのソフトクリーム美味しいよ。ぜひ高知へ来る機会があったら騙されたと思って寄ってみてください。
かるうちに行けるかな。はい、ここがコーチアイスです。ここで仁淀川が五北の川と分かれます。この五北の川はすごいよね。少々の雨じゃ濁りません。山が豊かなんやろね。西条まで62キロ。このこうカーブを曲がると自由軒が見えてきます。高知で有名なラーメン屋さん。久田家好きです。ラーメンチャーハン、半ちゃんラーメン。半ちゃんラーメン、チャーハン半分でラーメン、これ大好きです。半ちゃんラーメン、自由軒さんです。車おらんね。左はね、戸明様っていう神社。なんか昔は男女の出会いの場だったらしいね。戸明様で結ばれた方たくさんいるらしいです。石垣建設行って初めてお手伝いした現場や。ストーンガードが壊れちゃったね、上からの落石で。今走ってるのは194号線、高知県いの町と愛媛県西条市を結ぶ3桁国道です。個人情報だけど、猿浮ちゃんまだ家遠いからね、まだ奥だからね、もうちょっとだけど、毎日これ通ってくるから偉い。田中運送さん、うちの前やね。湖北はガソリンスタンドが JA のガソリンスタンドが。田舎の方行ったらガソリンないですからね。7時過ぎたらガソリンスタンド閉まっとるからね。わ、この川、このね、前が綺麗ですよ。すっげー綺麗。ここも現場やったな、ケンちゃんとこで。深瀬の右側に見えてる休憩車の擁壁、
佐竹を手伝いしました。何箇所ぐらいやったかな、けんちゃんちで。箇所、2箇所、439号線で1箇所やってね、返地対策事業で1箇所、大きいのは4箇所くらいかな。その後独立してずっと熱帯魚屋やってます。独立したの24歳の時やったと思うんですけどね。だからもう33年になるのか。左に曲がると439号線、高知県中村市と徳島県徳島市を結ぶ山岳道路やね。四国縦貫道って言ったかな。伊野町郡は全線開通しました。まだ未開漁やね。さあ、このルート最後のコンビニエンスストアです。コーヒー買うよ、コーヒーを。ファミマです。ファミマです。マスク、マスク。はい、お待たせしました。まだまだ遠いからね。本日は本川までの道のり約1時間30分2時間、全編ノーカットでお届けします。勘弁してよって聞こえてきそうです。バッテリー持つかな。
まで20分ね。どっちが近いかな。ルートは2つある。さこい峠経由で行く方が近いかな。道の駅うささびまで1キロです。こう森のケーキ屋さんっていうね、ケーキ屋さんがあるんですけど、美味しいですよ。波が落ちた、ガチャって言って、まあ、そうや、俺サラダパン買っとるね。ケンちゃんと食べようもサラダパン買っとるんだけど、中島のサラダパン。食べようかな。我慢しようかな。食べようかな。食べよう。はい、ここが道の駅むささびです。しかし今日は車がどこもおらんな。右に行くと大豊町、高速の大豊インター、
辺りは旧湖北村です。旧湖北村の神谷川、清宮、その辺り。上の白い花なんやろね、綺麗やな。え、まだ桜が咲いとんかな。第二発電所です。痴漢逮捕にご協力いただきましてありがとう。こんな山奥で痴漢出るの怖いな。痴漢とかダメですよ。反対です。正面に見えてる山がほどのです。ほどのって言ったらニコフチやね。ニコフチの方が今有名になりましたもんね。画面が揺れてます。これ揺れるな。ちょっとなんか画面見てたら酔いそうな感じ。この先で右折です。ほどのは滝がいっぱいある。はい、この右、ここを右に入ってたとかやったね。この下の発電所は大きいって言ってたよね。確か10万キロワットぐらいあったんかな。そんなにない。
594号線の難所やったとこやね。これドローン撮影したらちょうどトラックが来たとこですね。持ってるなと思ったけど、ここに昔ターンテーブルがありました。大型車回れなかったんでね。四国電力本川発電所のタービンとか部品を重量輸送が運んできて、あそこで回れないんでターンテーブル作って、それで上がってました。高知港から一晩かけてここまで来てたんかな。明日はそうや、市場の理事会があるの覚えとかないか。3時ですよ皆さん、3時、ひさひささん3時ですよって、おやつですよって教えてください。わ、霧が上がってるね。見えてきました。まだ雲多いけど、
トンネル抜けると旧本川村です。長沢、いや違う、ここはどこ言うたかな、竹の名ろ、竹はないやん、まあ、ないこともないか。これ右入っていくと前に行ったあれ何やったかな、幻の、幻のやないけど大森ダム、2回行きましたね大森ダム。はい、ここから道路は下ってます。紅葉の頃にはこの辺り綺麗ですよ。桜の季節もここ綺麗でしたね。ゴールデンウィークは新緑の頃ですね。下と2週間ぐらいずれてるかな。桜の花が散ったとこやもね。左行くと、こないで行っとったよさこい峠、あ、桜これまだ残っとるやん、この辺り桜がまだ残ってますよ。
右に入っていくと、いの町の、山荘白鷺じゃない、木の根山林、木の根山林、確かそうやったよ、木の根山林対岸です。ロッジがあります。そうや、雪上車を買うたって言ったな。雪上車、山岳観光の切り札で雪上車を買うたらしいですよ。下が16度、ここが13度、意外と高いね。今13度です。僕の車は12度になってる。間に合いそうやね、なんとか。4時50分です。6時に行ったら間に合うから、7時ぐらいまで明るいからね。7時過ぎても明るかったもんね、この間。本川は生地の生産地。本川生地。生地は高いね。うまいけど。稲村山、稲村ダムがあります。西に向かって走ってる。そう。道の駅このか、いの町に道の駅が3つあります。1つの町に道の駅が3つって、道の駅、川の駅が2つ。
全部で5つの駅があります。いやそんなことはない、 JR の駅もある。 JR の駅が3つある。いや待って、電車の駅もいくつあるかわからん。3、4、5、6、7、8、9、10個ぐらいあるんかな、電車の駅。さて全部でいくつでしょうか。時屋さんって蕎麦屋さんがここ左行ったらあるそうです。食べたことないけどね。道も空いてて快適やな。はい、道の駅このかです。ホテルこのか、宿泊できます。お風呂があります。サウナもあるね。サウナは伊藤久武さん監修のもと作られた結構大きな本格的サウナです。このダムも綺麗やね、これ。これは癒される。この道の下にダムがある。人工構造物です。はい、正面に見えてる山の向こう側は愛媛県です。雷注意報、強風注意報が出ています。勘弁してよ。しだれ桜まだ残ってるもんね、かすかに。この桜は11月から咲いています。まだ咲いとるで、これヒマラヤ桜っていう桜の方がよく知らんけど、これもそうやね。まっすぐ行くと西条まで23キロだ。本川の人はお買い物は生活圏は西条市です。一の谷館、これ宿泊はやりよるんかね。お食事だけか。画面見てたら酔うかな、ごめんなさいね。
ヘアピンカーブです。この途中にまたヘアピンカーブです。一箇所湧き水があって、そこの映像撮りたいなって、でも手前車置いて歩いていくと遠いなって、今度そのうちに行って言ってるとこが、思ってるとこが一箇所あるけど、車止めれんからね。はい、3つ目のヘアピンカーブです。観光バスが1回入ってきとったけど、まあ通れんことはないけどね、対向車があるからね。一度対向したことがこの音ええでしょ。そんな野暮なこと言うなよ。この音は癒されると思ってるけど、またそのうちです。ここへ車止めれる。うわー、崩落してるやんか。崩落、こんなに乗り上げたパンクしたら大変ですよ、こんなとこで。このルートではパンクしたことない。はい、お日さんが沈みました。10度にまで気温が落ちてきたね。今10度で、
くて、また100に買うんです。これ日光いろは坂とどっちがヘアピンカーブ多いんやろ。久々に一回日光いろは坂通りましたよ、レンタカーで。羽田でレンタカー借りて、法人会の栃木県大会だったかな。昔これ国道なんですよ、昔の194号線昔の国道ですよこれ。ってね、だから1時間かかってたのが3分ぐらいになったのかな、5分か5キロあるからね、トンネル開通して55分短縮になりました。ですよ国道。またヘアピンカーブ。よいしょ。ここ去年の3月に藤井さんと来た時雪やったもんね。びっくらこいたですよ。わ見た、さっきの鳥、あれカワセミかな。綺麗やったな、緑と何色わからんけど、むっちゃ綺麗やったですよ。映ってるかな。なんで UFO ラインって言うんかなってこの間聞いたら、 UFO に会える道や言うて、 UFO の目撃例が多いとか言って、だから UFO ラインって。いやそうじゃない、日清の焼きそば UFO 発祥の地や、そんなことはないね。
どこへ登山するんですかね。はい、まもなく旧寒風山トンネルです。工事中、工事中、勘弁してよ。 UFO ライン、何の工事しておる、工事とこれ。はい、ゲート開いたよ。ゲート開きました。前回来とった時ゲート閉まっとったもんね。はい、ここから UFO ラインです。去年の秋に来た時、ウサギさんがピョン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 前を走ったとこやね。まだ行くのって。綺麗ですよ、この滝は。これ幻の滝やないか。雨が降ったっけね。これ幻の滝やない。へえ、綺麗ですよ。ほら、わ、寒くなってきた。うわー、これ意外と綺麗かもわからん。まあこんなにしよったらいくつか。標高1000メートル近いですよ。1000メートル越しとるかどうか。越しとるよね。下の部落で1000メートルって言ったから。ドローン飛ばすと高高度注意報って出る。高高度警報。
屋さんにお見せしたいな。まあでもケンちゃん待ってるから。芽吹き始めたね。はい、やっと3キロ来ました。26分の3。外気温は10度下回りました。今9度。お、青空が見えてきましたよ。青空さん、コンコンですよ。左へ落ちたら見つからんね。うまいこと消え引っかかってくれたらいいけどね。運悪く消え引っかからんかったら下までコロ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 で、最後にコロッと落ちたら下の剣道でした。すなわけない。はい、もみの木です。あれ、トガの木なんやろうね。もみの木。ツリーの木です。お日さんにまた出会いましたよ。一旦沈んだと思ったお日さんにまた出会いました。はい、頂上が近いんやね。四国のてっぺんです。5時17分。わ、この色変わってるね。薄いですよ。見えたかな、見えなかったかな。雨上がりやけ水があります。
同門ですよ。天然のトンネル、岩のトンネル、マジの岩のトンネルです。ライト点灯、トンネルある。はい、トンネルは1本で、また1本。はい、6キロとあと20キロ。制限やってるの？もう少しで樹木限界点で。あれ、亀が森。
雲が早っ。タイムラプスじゃないですよ。まだ高いですよ。すごいな。第7号水道。はい、ここが有名なとこやね。こっから有名ですよ。これトヨタのコマーシャル。これドローンで横追随して走った。かっこいいね。はい、樹木限界点。右は愛媛県、左は高知県。道路の真ん中に降った雨はどっちへ流れるのかな。わあ、これガスです。ガスやね。よいしょ。うわあ、ガスです。見えるかな、これ。これ太平洋側です。
た星がびっくりするぐらい綺麗だったもんね。やっぱりどっかこの辺りで撮ると綺麗やろうな。車のライトが入らんとこでカメラ。一段くぼんだところとか一段上がったところとか、どこまでヤブ入っていきよってこけたら嫌やしな、クマに追っても嫌やし。はい、まだお日さん高いですよ。雲に出会える道路 UFO ライン、ここは高知県いの町です。これちょっと待って、凍ってないか、これ凍ってないか、え、凍っとるやろ、これ違うの、光っとるだけ、凍ってないかな。今何度、6度。触れるよ、雲に。ここは前ドローン飛ばしたとこやね。何の記念碑やったかな、上高池の言われ。これどっかここ降りるとかこの辺りで撮ったら綺麗やな。これ早っ、うわ、触りよって、こういうこと。
ロです。あと11キロ、やったと思うかやけどね、うる覚えですから。吉野が源流店の日があったね。雲早いですよこれ。四国のてっぺんです。うわーすごいな、西日。よさこい峠まで7キロ。普段26キロもないやんか。あ、そうか。よさこい峠までが26キロって言ったんかな。もうすぐです。やっと来たよ。わあ、眩しいな。見えたよ、見えたよ。これケンちゃん家までドローンこっから飛ばして撮影しとこうかな。まあ、でも撮影しとるやろね。
から来た方が近いな。1時間30分。よさこい峠から店まで1時間20分ぐらい。力が来ても変わらんから。
皆さん到着です。1時間38分20秒よいしょ。はい、見えてきました。山荘しらさです。じゃじゃ、ケンちゃん車ないやん。ケンちゃん車ないやん。西川さんも降りれた？これ一回切らないかんと思ったのに。なんで？あれ？俺どこ行くんだろう。まあいいか。はい、一回切ります。はい。よし、車入れようかね。はい、スタッフさんです。カメラダメな人がいるみたい。後で加工して、加工してるの。いや、誰誰ちょ、聞いちゃおかない。うわこれひやいぞ。これひやい。気合いな。うわー、どこ行くが？避難小屋。避難小屋。カメラこっち向いとるから。そっち向いてない。映ってない。俺の後ろに来ないで。でもご飯は食べて。え？撮影はご飯は食べたいです。撮影して朝まで撮影するんで。え、朝まで撮影するんですか？うん。これ避難小屋行くのが怖いんじゃないか。ここにおった方が安全やないか。遠いの？え？行ったば帰ってこない関係。俺見よっちゃおうかここで。どれバーあるか。距離はどれバー。すごいすごい。そんなできる。ほんまかい。ほんまかい。ああなるほど。いやほんまにあれよ、これ。そら夕日取りよったましやな。新しくなった山荘しらさ。
回ぐらい。これもロッチな。どこへセットした？